小泉が来た。手塚らしく嫌なところにいいボールを入れます。ナイスコントロール西村。抜けたチャンス西村、前が開けた、並走する阿部、西村だ。決まった濃い。カウンター一戦、西村シーズン9点目、仙台貴重な追加点です。このファーストタッチ良かったんですね。これで空ついたパクジョンソン探しまして、手塚が目の前にいましたけどもね、いいところに置いてパクジョンソンも食いつかせて、まあ、裏街道気味に抜け出していきましたけども、最後はねもう迷いなかったですね。しっかりキーパー見て、ちょっと当たってたんですかね、ナタヒベイロに。そうですね、滑ったナタに当たりました。